私が京都産業大学を志望した理由は大きく2つあります。1つ目はマネジメント部会といって総合型選抜入試を突破したメンバーのみで構成される部会で実際に活動としては商品開発を行ったり企業の社長さんなどとの対話などが活動として挙げられています。自分はその入試で受けたのでそのマネジメント部会で実際に自分が社会に出て 身2つ,ここつ目はゼミが2回生から始まるということです先ほど言ったマネジメント部会のように商品開発を行っているゼミがあったので自分,に自分はそこに興味をすごく持ったので取り組みにいきたいなというふうに思ったからです私の受験は一言でまとめると「排水の陣」でした。定定ももしかなくて検定の方も 全勝簿記1級、全勝経済検定1級、電卓検定1級の3種目検定しか持っておらず、2勝簿記を取得することができませんでした。しかし、評定4.1でも京都産業大学に絶対受かってやるという自信一つで挑みました。私の受験は総合型選抜入試、すなわち京都産業大学ではマネジメント力選抜入試と言われている受験方式で、 受験を選択しましまた内容としては1次試験に書類審査と小論文2次試験に10分間のプレゼンおよび質疑応答がありました私はそこでのアピールポイントとして岡山南高校にしかない商業クラブといった地域貢献事業を展開しているクラブの方で活動してきたことをアピールポイントとして受験に挑みました 私は南高校の3年間の学生生活の中で一番商業クラブの活動に力を入れましたそこで得た挑戦する力というものは大学に入ってもすごく役立ちましたその一つとしてマネジメント部会で積極的にリーダーとして取り組むことができたのでそれはすごく役立ったなというふうに思っています私から皆さんに言えることは一言でまとめると「重い」です 思いというのは高校3年間の中でできること、まあ、まず一つに部活動その次に恋愛だったり何でもいいです自分の思っていること思いを行動だったり言葉でしっかりと表してくださいそうすればきっと後悔のない青春3年間を過ごせることでしょう